高校野球史上最強ピッチャー、藤浪、奥川、大谷翔平、松坂、江川定期、森尾、松井裕樹はない。これは藤浪、桑田ちゃうか甲子園に10勝ってあいつだけやろ。松坂以外ないやろ。藤浪、2012夏は予選始まる前から優勝決まってたレベルや。完成度の高さは松坂だけど、大阪桐蔭のネームバリューと身長の威圧感で藤浪の側位が高校生なら対戦したくない。松坂やな、プロが混じって投げてる状態やったもん。藤浪はそこまでじゃない。藤浪は普通にすごかったけど、チーム力がやばすぎて地味になるやつ。江川はさすがに昔すぎて誰も語れん模様。ウィキ見てると江川の成績バブとしか思えんわ。松井裕樹は江川伝説が本当にあったんだと思わせてくれたわ。バットに当たるだけで歓声上がってた。智弁和歌山戦の奥川、あんな化け物おらんわ。奥川やろ、あれだけ150連発して制球もまとまってるって、高校レベルじゃ反則もいいとこ。能力的には奥川やけど、消し湿度なら江川か松坂やない。甲子園歴代最高選手やと桑田だよな。投手なのにホームラン数のランキング入ってるのわけわからん。ご視聴ありがとうございました。他の動画もぜひよろしくお願いします。